to stage representing France, Brian Joubert. この舞台で一番力を証明したい選手かもしれません。元世界チャンピオンブライアン・ジュベール。バンクーバーはまさかの16位。オリンピックの怖さを知った、そんな大会でした。4年連続世界選手権は表彰台に上っています。本当の姿が戻ってくるかどうか。ライズに乗せて、リベンジのトリノ、代名詞の4回転は、4回転のトリプル、トリプルトリプル決まった。トリプルアクセル、オリンピックで失敗したジャンプ、トリプルルッツ、きれいに決めましたね。ステップ、ショートプログラムで楽しんでますよね。これがジュベールです。鮮やかな復活劇。すごい演技でした。すべての気持ちがこもった、そんなショートプログラムに見えました。この1ヶ月のジュベールのその精神状態、苦しみ、そういったものを考えると、1ヶ月後のこの演技は奇跡に近いような、そんな演技かもしれません。いや、本田さん、はい、これはすごかったですね。そうですね、彼らしいジャンプが見れましたよね。ただ何箇所かなんですが、ステップのところでレベルを取るために必要な要素が少し足りなかったかもしれないですよね。そうですか。もともとジュベールはジャンプが得意な選手です。ただこれは素晴らしかったですね。
あの練習で見ていましてもなかなか元々のジュベールの姿にはならずに、はい、よく転倒したりしていたんですが、そうですね、本番で合わせてきました、はい、そして不安もあったトリプルアクセルも、こうなってくると本田さん途中にご指摘ありましたが楽しそうにという、そうですね、本当にあのお客さんにアピール しながらプログラムをやってましたよね、はい、オリンピックのショートプログラムは4回転の失敗、それからトリプルルッツの失敗があってなんと18位でした。この雄たけびです。それだけこう背負っていた気持ちが大きかった、その証拠でもあります。あのストレートラインに入る前にデュプリーコーチにこう拳を差し出したシーンというのは本当にジュベールの思いというのが凝縮されていました。ただ得点はどこまで伸びるでしょうか。自己ベスト 88.55、 4回転3回転も決まっています。現在のトップは高橋大輔 89.30、 その得点には届きませんが 87.70、 まずまずの高得点です。そしてブライアン・ジュベールは3位、1位高橋からジュベールまでわずかに 1.6、 非常に近い点差で3人が並んでいます。